私どもは、東京大学の辻先生、国立遺伝学研究所の井上先生、それから日立製作所の小池先生、それぞれのグループとの共同でですね、ヒトゲノムバリエーションデータベースすいませんを構築して、皆さんに利用していただくというミッションでございます。これはもう久保先生、それから松田先生のお話でも大体こう聴衆の方がすでにお分かりだと思います。単純に大量データがどんどんゲノムの解析から出ているという、象徴的な図をいくつか2つ持ってきたわけです。一方は SNP をベースにした、GBAS がどんどん進んでいるということ、それから次世代シーケンサーによる、コスト、ゲノムの解析のコストがどんどん下がっていることによって、従来は遺伝病の原因遺伝子の探索に大体特化してた、限られたものがどんどん、いわゆる多因子疾患コンプレックスディジーズの解析に入るにも使われつつあるということで、とにかくますます大きなデータ、大量のデータが産生されていく。これを研究者間で共有化するということが大きな課題になっているということでございます。で、海外でのこういったデータ、次世代性検査 NGS というふうに省略させていただきますけれども、GWAS NGS データの共有化ということで、米国の NCBI ですと DBSNP、よく知られている DBSNP、あるいは構造多系の DBBAR、それからジェノタイプ、フェノタイプ関連データの DBGAP、それから最近ですとクリーンバーっていうんですかね、臨床検査値などの健康医療情報とのジェノタイプ、フェノタイプ関連データをまとめた、こういったデータベースが作られていると。そしてヨーロッパでは EGA、 やはり同じようにちょうど DBGAP と同じようなデータベースがヨーロッパのラボからのデータを中心に一般公開されているという状況です。一方、ヒューマンジェノムバリエーションソサエティは各種の遺伝病ですね、単一遺伝疾患、いろいろな種類の単一遺伝疾患に関わる原因変異をローカススペシフィックなデータベースということで構築されている。それからその他に国際的な大規模なプロジェクト、例えば千人ゲノムプロジェクト、あるいは国際がんゲノムコンソーシアム、こういったところでも大規模なゲノムのデータベースを構築して公開しているという状況でございます。じゃあそれでいいのかということで、もうすでに久保先生、松田先生からのお話もありましたように、やはり日本人を中心に体系したデータベースが必要であるということの、これは一つの、サポートする図でありますけれども、千人ゲノムプロジェクトでの変異が見出された変異がどこにあったかと、ゲノムの染色体1番から、これはジョン染色体ですね、22番まで並べてどこに変異が見つかったかというのを書きますと、一見して似ているところももちろんありますけれども、全く日本人、上段が日本人、下段がヨーロッパ集団ですけれども、全く違うところもあるということで、しかもまた頻度のことまで考えますと、かなりさらにその違いが見えてくるということで、疾患関連変異にも集団差があるということで、日本人を中心にしたデータベースがやはり必要であるということです。で、これは一つ私ものグループもデータ生産にも従事しているグループ、疾患関連研究を行っているグループでありますので、2枚だけ、実例として持ってまいりました。これはその一つですけども、原発性単受性肝硬変、PBC と省略しますけども、日本人のデータとヨーロッパの GBAS の成果を比較しますと、日本人でも再現された関連遺伝、感受性遺伝子ということで、これは主として免疫系に関係する遺伝子がたくさん見出されてくるわけですけれども、つまり発症のメカニズムに免疫関係の遺伝子が関わっているということで、大変リーズナブルな結果ですけれども、5% の pH を切るものを再現されたというふうにとりあえず言いますと、こういうふうに半分近くが、半分
およそ半分が共有であると。で日本人で新たに見出されたものが2つあると。そして、まあ、5% 有意水準を基準にしますと再現されなかったと、まあ、傾向は似てはいるんですけども再現されなかったものが同数ぐらい半分ぐらいあるということで、さらにこのピーチは実はヨーロッパではもっと強いピーチが強いっていうか低いピーチが出てるわけです。この大きな違いというのは頻度の違いだったりするわけです。あるいはスニップ自体は同じ遺伝子ですけども違う場所にスニップがあるというようなことで、これはまあ単なる一つの例ですけども集団差というのは日本人とヨーロッパ系集団の共通性と一致性は確かにあるということで、データベース日本人のを中心したヒトゲノムバリエーションデータベースを作りたいということでございます。で目的は変異、疾患、臨床情報を整理、体系化し、その成果、情報を俯瞰可能にするとともに、まあ、健常者のゲノム多様性情報を提供することによって効率的な疾患遺伝子の探索に役立てるということです。その内容を大きく、まあ、4つに分けますと、次世代シーケンサーあるいはその他の解析法 GBAS を含むこういった解析法によって見出される新規の多型変異情報あるいは、疾患回避性、薬剤反応性などに関わる遺伝子、変異これを、データベースそういうデータを受け入れて、データベース化し研究者の間の情報共有に役立てると。それからもう一つ文献情報をかなりよく読んでですね、文献情報を読んで過去に算出された疾患関係性、薬剤、まあ、反応性との関連を、データベースからデータベースに入れ込んでおります。それから HLA というのは非常に特徴ある遺伝子群でありまして、100種類以上の疾患特に、まあ、主として免疫関連疾患ですがと関連することが報告されております。比較的強い関連を示します。さらに人のゲノムの中で機能する遺伝子としては最も高い高度な多型線統ということで非常に特徴的な遺伝子群です。そこで HLA ハプロタイプごとの変異を登録し、まあ、疾患回避性等のとの関連を俯瞰可能するそういうデータベースも作っているということです。それから健常者データ、これはさまざまな疾患関連研究をいろいろな研究グループがする研究グループが実施する上で、こういうリファレンスになる、比較のためのデータがあれば非常に便利だということで、いろんなパラメータここで特にも読み上げませんが、さまざまなパラメータについてやはり計算してその結果を公開しているということでございます。開発データベース大きく6つありますけれども、上の2つはシーケンス、特に次世代シーケンサーを使って算出されたシーケンスに対応するシーケンスデータに対応するデータベースです。バリエーションデータベース、これも本当にゲノム全域のシーケンス情報をベースにしております。 HLA のデータベースは先ほど申しましたように HLA 非常に種類が多いものですから、そのハプロタイプごとに、ゲノムシーケンスを収集して疾患との関係を表示するものです。それからこれは以前より作ってきたものですけども、スニップの健常者のスニップの情報、まあ、ゲノム全域のスニップの情報、それからスニップを用いた GBAS の結果を搭載したデータベース、それからコピーナンバーバリエーションを健常者のデータについて格納したデータです。それから、CNV をマーカーといいますか、 CNV を使ってゲノムワイドな関連解析を行った結果を搭載するデータですというものを、これまでに作ってまいりました。データベースシステムの概要という、まあ、基本的な構造というのを構造をご紹介します。基本的には研究グループからデータの提供を受けまして、必要に応じていくつかの統計解析計算を行います。そして内部用のヒューマンバリエーションデータベースを構築します。例えば次世代シーケンサーのデータからの部分とか、
あるいはその他の実験手法による結果とか、文献情報から得られたもの、あるいは GBUS の結果、こういったものを内部情報として蓄積しております。そしてその中から頻度とか統計解析結果、つまりその個人を特定できない形のデータにも加工されたものは、この公開用のバリエーションデータベースに移動させまして、といいますか、移動させまして、どなたでも見ていただけるという、いわゆる公開データとし、いるわけです。一方、個人ごとのデータというのは、やはり、それなり、まあ、一定の制限をかけて、で利用する研究者に直接お渡しするというステップを踏みます。その利用したい研究者の方から利用申請がありまして、その妥当性を検討する委員会がありまして、その委員会の許可があれば、その研究者に、お渡しするという、まあ、ステップを取るという形になっております。以下、データベースを簡単にご紹介させていただきます。標準スニックデータベースは、つまり健常者のスニックのデータです。ご存知のように、いくつかのメーカーが、まあ、2つのメーカーがありまして、いくつかのプラットフォームがあります。それぞれのプラットフォームについて、数百人レベルの、健常者データを搭載して、ちょっとこの、イルミノオムニ 2.5 ミリオンとか、この辺のデータは今、準備中、公開準備中で、もう少しお待ちいただければと思います。で、いろいろな集団遺伝学的なパラメータについて一通り解析して、その結果を表示する形になっています。例えばこれ右側の画面は特定のスニップを仮に選んだ時の、画面でございますけども、いくつかのこうプラットフォームで、分析した結果も表示されますし、ハプロタイプを指定して、ハプロタイプの頻度を計算した結果も表示できるという形になっています。それから GBUS、スニックを用いました GBUS のデータベースに関しては、現在、大体こういった数の30余りですかね、のスタディが内部データベースに登録されております。そのうちの半分ぐらいがすでに公開されているという状況でございます。残りのものというのは、まあ、かなり個人的なデータの場合もありますし、論文発表を待っている状態のものがあります。まあ、統計遺伝学的ないくつかの計算結果が、まあ、特に読み上げませんが、搭載されていたデータベースに、組み込まれていて、利用する先生方の、見たいデータをこういった左側のメニューの中からクリックしていただいて表示していただくということになる、そういう仕組みになっています。これはですね、ゲノム全体を俯瞰的に見る結果ですね。染色体の1番から22番 XY になって、まあ、これは私ども自身がプロジェクトやりましたナノコレクシーの、GBUS の結果でございますが、6番染色体の HL 領域が非常に強い関連がありますが、こういったブロックごと染色体のある部分ごとにクリックすればより詳細な情報が出てくるという形になっています。それからよくあります、先ほどのお話にもたびたび出てまいりましたけど、マンハッタンプロットの結果、表示もできるような形になっております。先ほど、今のスライドでこういう、どこかの染色体のどこかのブロックだけこう、クリックしますと、その実際の統計解析の結果をテーブルで見ることもできるし、このオッズレーシオ、P 値のプロファイルとして見ることもできるし、そこにどんな遺伝子があるか、エクソン、イントロン構造はどうなっているかとか、どう報告されているコピーナーのバリエーションがどこにあるか、
連鎖成功のマップがどんなふうに見れるか、こういったことを表示できるようになります。また、いくつかの方法によるそのエピスタシス、相互作用の計算結果も表示する形、表示するようになっております。また、複数のスタディが実際に登録されている場合は、複数の研究解析の結果を比較して見ることができるような、そういう機能も持っておりますし、アンサンブルといったこう他のデータベースからのフレームといいますか、他のデータベースの上に、自分たちが見たい、スタディ研究のジガスの結果を投影すると、こういった機能も持っております。標準スニッ CNV に書きつきましては、一応この左側にそのコントロール健常者のデータ、そして右側に CNV を用いた一種の、関連解析 GBAS の結果のがどんなふうに表示されるかご紹介しました。この CNV スニップのタイプ、データからですね CNV を推定するアルゴリズムといいますか、計算手法がいくつかありますので、代表的なものをいくつか異なるものの計算結果を表示できるようになっています。ちょっと見づらいですけど、赤で表示したもの、青で表示したものというような形で、比較することができるようになっております。海外の CNV のデータベースの結果も表示できます。CNV を用いて関連解析をした結果というものも、やはり計算ソフトを複数使ったものを上下に比較する形で表示しております。その程度も見られると。で、これがどこからどこまで、デュプリケーションをあるいはディリーションがあるかということを推定された結果を表示するメニュー、画面でございます。次にシーケンスレベルのデータベース、バリエーションデータベースのトップページですけれども、遺伝子あるいは疾患あるいはゲノムの特定の領域をもとに検索できる形になっております。これももうオープンに公開しております。遺伝子名で検索すると、その遺伝子の領域について、この場合はですね、例としてはPADI4 という遺伝子を選んでおります。これは関節リウマチとか1型糖尿病との関連が報告されている遺伝子ですが、こういうふうにピーチがかなり低いピーチがいくつかのところで見られているということです。そしてリバランスゲノムのシーケンス、これをクリックすると実際のシーケンスが出てまいります。いろいろドメインの情報、あるいは進化的な保存性の情報、マイクロ RNA 情報、これは他のデータベースから取り込んだ情報でございますけれども、こういった表示もできるし、実際に線変異のとその関連の情報も得られるという形にしております。これから少し詳細に紹介しますと、こういう疾患と関連が見られた、報告されているところについては、こうそれこそ ATGC の形でこう、この領域のリファレンスのシーケンスを表示すると、同時にどこがこの疾患と関連するところについてはどういう配列であるかというのが見られるということになります。必要であれば、これは内部データになります。個体ごとのデータです。ジェノムの配列ですので内部データですが、あえてちょっと表示しましたけども、個体ごとの、配列情報も比較のために、表示させることは機能はあります。それしてこれはどういう変異があって、どういう頻度になっているかと、いくつかの集団についての頻度情報も見れると、それから疾患関連の情報ですね、この実際それぞれの変異についてどういった性格の変異であるかと、そしてこの右側の方にその統計解析結果がもう出てまいります。これはいろいろな疾患と関連する変異、疾患との関わりが報告されている、変異をゲノム全体を俯瞰的に見たものです。
もちろん先ほどの GBUS と同じようにこうクリックするとその詳細が先ほどのような形で見れるということです。ある特定の疾患に着目した表示もできるということで、まあ、ちなみにこの赤いものは単一塩基の、まあ、多型だったり変異、まれな変異であったりします。これは CNV ということで、まあ、その多型変異の種類によって一応この記号を変えているという形です。で次に HLA のデータベースですけども、この HLA のハプロタイプごとにシーケンスが少しずつされております。そのハプロタイプごとのシーケンスをここに表示できるようになっております。またハプロタイプとハプロタイプの間のホモロジーマップも表記する、あるいはこのいくつかのハプロタイプをこう横に並べてですね、異なる HLA 型ハプロタイプ型の相同性を、まあ、非常に簡単に表示すると、こういった機能も備えてございます。で一つだけHLA というのは、まあ、非常に、ユニークなシステムだということの例としてご紹介しますが、すみませんまだ投稿中でですね、HLA の非常に HLA のこの場合は DTB1 という遺伝子のアリールがたくさんあるのは分かっていただけると思いますが、その、一つ一つのアリールは ABCD で置き換えさせていただいて、恐縮ですけども、こういうふうにいろんな種類がある中で複数のタイプがですね、これは日本人のデータと韓国人のデータ、共同研究で韓国のサンプルも解析してですね、比較するとですね、日本人と韓国のような集団ですと非常によく似ている結果であると、まあ、これ間違いないと、偶然ではないというのが確認できるわけですけども、ハイリスクのタイプが複数あると、ローリスクのタイプも複数あるというようなことが分かると思います。つまり SNP のように2種類ということではなくて、非常に種類が多くて、しかも複数の感受性遺伝子、複数の感受性タイプ、抵抗性タイプが見えるというのが分かりますし、これをヨーロッパのデータをここにもし持ってくると全く一致しません。タイプ自体は AA がそもそもないという感じで全く違うということで、こういうデータを、あ、すみません、これは、まあ、こういうデータをデータベースとしてに搭載し、その研究者の役に立てたいということでございます。文献登録データも随分集めてまいりましたけども、こういうふうに、非常にデータが集まってまいりますと疾患原因変異にも特徴があるということが見えてまいります。遺伝子のどの部位に生じても疾患の発症につながる遺伝子あるいは疾患、それから遺伝子の特定ドメインに生じた場合のみ発症する、あるいはフレームシフト変異がホモ接合になった場合にのみ発症する、いろんな特徴があるということが見えてまいります。まあ、そういった情報を体系化することによって疾患の発症基準の理解がに、まあ、助けとなり、また新規変異の表現型への影響の予測を、まあ、より確かなものにするといった貢献ができるんじゃないかというふうに思っています。右側はデータ登録数の現状です。 NGS に関しては1000人ゲノムのエクソンのデータが現状のところ主体になっておりますが、少し内部データではいくらか日本人の新たなデータも入っていますし、いろいろなプロジェクトで、かなり数百人レベルのデータが今、まとまりつつあると、近いうちに、登録していただけそうな、そういう話もございます。ということで、その、まあ、そういう新しいデータの受け入れ、そして文献ですでに公開されているデータ、まあ、大体今2万5000ぐらいの変異を登録しておりまして、すでに公開できているのも1万5000ぐらいという状況で、まあ、少しずつ充実させているという状況です。次にプラットフォーム、これから3枚のスライドはですね、ちょっと付加的にオプションで付けているその機能 の紹介です。インピューテーションというのはこのいくつかのこう異なるスニップのプラットフォームが、タイピングのプラットフォームがあるわけですけども、どれか一つを使うと残りのプラットフォームで解析した結果も推定できるということで、こういった異なる方向で
解析した結果のリファレンスデータを使ってインビテーションを正確にしようというそのメニューも用意しております。もう少し今年度中には公開できると思います。それからこのちょっとこう複雑な図になってますが、オミックス情報を組み合わせる、メタ解析、GWAS のメタ解析を組み合わせるということで、より有力な疾患関連候補遺伝子を抽出してくる、こういった手法、これは井上先生のグループの開発した方法です。そういった方法もメニューに加えておりますし、これはタンパク質の相互作用ネットワークの上に、まあ、例えば新たに見つけた疾患の変異がどういう位置、こういう基地のものとうまくネットワークに乗っかっているかどうか、そういったことを確認する、こういったメニューもあります。ということで、それからすいません、データ共有のガイドライン、これは NBDC の方で新たにさせていただいた運用ルールがありまして、それがいよいよ運用できるという状況になったということで、オープンデータ、どなたでもアクセスできるオープンデータ、それから、一定の手続きを経て、公開、提供できるデータ、公開を待っているデータ、こういった具合に、レベルがあって、その、提供、データ提供の運用をこれから始められるという状況でございます。で最後に今後の展望ですけれども、まあ、特に次世代シーケンサーからのデータに関してはまだまだ、多くのデータを受け入れたいと、充実させたいということがあります。それからオミックスデータとの連携を、強化すると、まあ、変異の表現型への影響を解釈予測できるような知識型のデータベースも、まあ、進化させたいということがして、それから NBDC による新たなガイドラインに基づいた運用を開始する。それからゲノム支援、文科省のプロジェクトゲノム支援とか、その他の進学術プロジェクト、あるいは厚労省の、希少疾患プロジェクト、そういったいろあのが、大規模なプロジェクト、シーケンスで、プロジェクトが進んでいる、そういったデータの中から、やはり、このデータベースに登録していただけるようなものがないか、お願いしていくという活動が重要だと思います。で最後に海外の関連するデータベースとの連携を図るということで、今すでに国際的な、いくつかの GWAS のデータベースを、まあ、なんとかまとめた束ねたような GWAS セントラルに参加しておりますし、ニューロサイエンスインフォメーションフレームワークという、まあ、神経科学では非常に大きなこうネットワークのようなところでも取り上げていただいてますが、まあ、そういう連携をさらに大きく広げていきたいというふうに考えています。すいません、以上でございます。